はい、どうさもちゃなです。さあ、今回はこれね、先日に引き続き最強ジャンプのプロモーションカード悟空を使っていきたいと思います。さあ、前回がバーダックで、今回は悟空のスーパーサイズ3です。アビリティ、パッと見でチャージインパクトに勝てば強そうなので、こういう編成で、最近お気に入りのこのねマシント&フューですよ。で、記録回復はハーツで補って、戦闘力制限のセルでステータス上げながら、朝日亀の祭神は一応復活対策とね、本当にこいつは汎用性が高すぎるので、いろんな使い方ができるんじゃないかなと思います。さあ、とりあえず行ってみますか。で、このヒューはミラクル封印なので、このねトアと合わせると、チャージインパクトの、勝率がアップするから、トアのアビリティが強くなるっていう。で、さらには悟空はねチャージインパクトの攻撃時に勝つとパワーと与えるダメージガード、2倍の受けるダメージ半減、いろいろ持ってるんですよね。で、元気玉にその前回倍率乗らないって言ったんだけど、これがねちょっと曖昧なんですよ。元気玉ってさ極限貫通するじゃん。だからあれと思って、極限貫通するってことは倍増関係ないと思うんだけど、どうだったかな。倍増効果乗っけた元気玉って確かにあんまり使ったことなくて、シークレットレアのね元気玉悟空は別なんですけど、この悟空どうだったかなみたいな。さあ、バーダック軍団ですね。安定のバーダック軍団だね。どうしようかな。いや、どうしよう。ロゼを3000エリアに切った方がいいかな。これはもう、いや多いね、めちゃくちゃ多いな。ただ読みやすいっちゃ読みやすいので、こんなところで結構バーダック軍団デッキはね、動きは読めるんですけど、2000エリアに分散してくんのかな。いや、でも3000エリアが安定だよね。あとミスったな、これ。多分考えてるっていうことは3000じゃないね。なるほどね、2000っぽいな。ちょっとロゼがね刺さればいいんですけども、刺さんなかった時はちょっと辛いかな、これ。言うてファー戻されちゃうかんな。3000。分散系ね。でもいいんじゃない。3人パワー1、ガード1、記録1 でかい。さあ、相変わらず凄まじい戦闘力ですね、1ラウンド目から。いや、もう本当にバーダックはねやりすぎだったと思う。強すぎるっていうのと、安上がりすぎるっていうので普及率が半端ないバーダックデッキの普及率は本当に尋常じゃないですからね。いやー、これ耐久きついなー。耐久がね本当きついね、これ。これ赤木がいるからなー。いや、どうしよう。いいねいいねいいね。まずはプラス5000。しかもこれミラクル封じがでかすぎるんだけどこれバーダック軍団対策にもこのフィーめっちゃ強いね。最近ねちょっとお気に入りなんですよ。なんでそんな、めっちゃ開いた。最悪だわ、それ。火力意外と入ってんのね。おかしいだろこれ。入りすぎー、行きすぎー、マジで。それはダメージ行き過ぎだろう。なんで17も入んだって、もう本当にさ、異常なんだよな。もう制限かけてもう倒すしかないね、これ。もうもうやばい、もうやばい、マジで。もうやだ、ほんと。ワンキル火力おかしいんだよな。もうダメだ。もうチャージもダメだし、最悪だわ。もう頼む、ミラクル出てくれ。ここで決めなきゃマジ終わり頼む。あーギリギリ入ったー、でっかい制限使える、戦闘力制限が。ただポルンガがあんのか、結局そこやねんな。ポルンガであれされたら意味ないよね。本当にこのねご飯仮面はもう火力の電動なんでね、もうどうしようもないですけど、まあ悟空一枚出ししてもって感じだもんね。どうしようかな、もう戦闘力制限でやっぱ畳みかけるしかないか。あー、亀裂が何の意味もないんですよ。でアプリがせめて2だったらなんかできたんだけど、まあ案の定3なんでね、いや行くしかないっすね。これはもうね一応戦闘力制限の準備かけて、まあ失敗したらというか、もうポルンガ当てられたら終わりで何もできないです、はい、ポルンガ当てられたら終わり。頼むからミスってくれ、頼む。おーっとミスった、よかった。いや危なかった、今のギリギリだったね。さらに火力が上がってしまったが、ここはもう戦闘力制限でいいかな。で相手がね何使ってくるかなんですよね。まあ戦闘力制限の可能性もあるけど、まあ安定の復活かどっちかだよね。いや復活だな、復活使われたらどうしようもないな。どうしよう、まあ最悪こっちも乱活したら最終的にねカメハメハで終わらせられるから、それにかけて、まあ、ここは戦闘力制限の、まあ、全出しで いいと思うな。まあ飛ば下げかな、飛ば下げの他全出しでいってみますか。どっちだ、ああなるほどね、はい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 、復活復活か、復活かよ。しかもそれ、ああもう積んでるー、復活は積んでるー、マジで。ああ完全無欠すぎる。ああバーダックの対策はちょっとロゼだけじゃきついんかな。いやでもご飯いたかんね、ご飯いなかったら結構対策にはなると思うんだよね。ああまあもういっちゃってみっか。まあやばいっすねこれはこれはきついのが来たな、これはきついな。ごめんこれ負け確定だよね。いや分かったよ、今分かっちゃったじゃん。で次5円で何もできないじゃん。で2ラウンドでユニット封印されんじゃん。3ラウンドで負けなんだよこれくっそー、ち目に見えてるんだよな、目に見えてるよねこれ、どう考えてもね。なんかないかな、全部が潰されてんだよな、きついなこれな。あーすげえこれは気持ちいいね、これは気持ちいいね。ただロゼ3ワンラウンド切りか、マジか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 、2じゃないんだ。ただガードは戻ったんですけどパワーがないと。でもロゼ3じゃなくてなんだっけ、ロゼ1がね気持ちよく当たるとまあいいねこれね、やっぱすがすがしいよね。勝ち筋が見えないこの戦いはマジで。なんかこれ倍増無効になってるよね多分。なんかさ5円でこのダメージっておかしくない？それかダメージが高すぎて9割ダウンでも2200入ったのかどっちかなんだよ。あれどっちだっけな、カメハメハじゃなくて元気玉って、何これ。うわー打ち合いだ。うわーでも光景はめちゃくちゃいいねこれ、ロゼ対コジブルっていう。意外といい勝負しそうだよね、この2人だったら。なんか今回さ、あれだったじゃん、フルパワー対進化だったから、このさ、ただのブルーとロゼでもいい勝負しそうだけどね。カイゼ、俺の勝ちだ。やったー、さすが。さあ、アニメで負けた分ね、はい、返していくという。気持ちいいね、これ。これは気持ちいいね。さあ、ただここまで来てどうしようもないんですよね。そうですね、ポルンガで金末引いても結局は先行取られちゃうよね、これ。7000円で、多分7000円だよね、これ。ああ、やっぱりね。いやー、マジでせめてアプリ3だったらな、クイック勝負には持ってきたんですけども、はい、これがねちょっと難しいんですよ、今って。どっちがいいかなっていうのが。だからまあ、2ラウンドアプリは2ラウンドアプリで良さがあるんだけど、やっぱ時代は3なのかなっていう感じっすよね。さあ、じゃあここはもう極1枚出しでどうにかしてもらおうか。ああ、でも意外と削ったよね。意外と削ったと思うよ。そうっすね、こっからどうしようもないね。もうこれしかないよねこれしかない。ガードを無効化されてるから、そのやっぱガード無効ゴジータが今強い、めちゃくちゃ。あれが強すぎて、やっぱ幅広くねこう対応できるから、あいつさえなければせめてねガードで耐えられたんですけどね。ワオワオワオ、やっぱりか、やっぱりなやっぱバーダックだな、時代は。時代が完全にバーダックにもう追いついてるっていういやー、よかったー、今回はフィンがいます。絶対バーダックしかもういないなと思ってさ、フィンにしました。さらに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 赤き仮面がいる。これが、まあ、前回できなかったコンボですね。気絶無効プラスグレンベジだ。はい、これによってね、まあ、ほぼオートでグレニム粒子が発動するって、まあ多分ね相手出してこないと思うんですけど、まあ別にそれはそれでいいかなっていう、貫通減るからそれはそれでいいし、出てきたら出てきたで、まあモユルガでモエモエしちゃうので、いやこれはかなり相手からしても辛いんじゃないか。いやー、強い、最高だよ最高だよ、もう気持ちよすぎるな。さあ、これで次復活チャンスはまあ使えないですね、相手で。こっちはまあ戦闘力制限、おい、マジで戦闘力制限使いたいんで、まあ不本意ではあるんですけど、僕はちょっと下げた方がいいかだよね、これ。下げないとちょっときついよね。でまあまあまあ、ハーツもちょっと下げたいけど、これぐらいだったら大丈夫かな。まあ8000はもう出ちゃうね、これね、しょうがないね。行きましょう。大丈夫、8000出してもいいよ、ここは。どうせフィンいるし、あ、フィンいるから出ないわ。きたー、きた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 。いや、これ気持ちいい。萌え萌えしちゃうね、これねこれ萌え萌えさあさあ、先行も取ってかなり熱いんですが、この吸われたパワーはねきっちりね、はい。ああ、もうこれも強いね、これも強い。ああ、そっか、これもパワーアップするもんね。はい、きたー、燃えています、燃えておるベジータが。マジで今の時代はあれだね、メタルいらないね。自力への破壊なくてもこういうことができるから、まあ逆に利用しちゃうっていうのは手だね、やっぱ。あのエナ破壊をさらに言うと、ポルンガでさエナ全破壊もあるし、まあそう考えるとかなりこのグレンに燃えるベジータがまた環境でトップに今来てるんじゃないでしょうか。相手うまいっすね。まあ大丈夫、次も削るチャンスはあるから。今回5円ないもんね。あーちょっと、あーくっそ、マジ全然決まらん。いやーうますぎるマジで。3000、よし3090でかい。うますぎマジで。あーダメだ、全敗全敗、ひっどいひっどいマジでこれは。いやーひっどいマジでそれは。いや全敗マジである、そんなことてか。バーダックの使ってる人なんかさ、やっぱチャージうまいよね。あーやっと出た。これはあーあと1回勝てば7個、まあ、ポルンガ貫通願いましょうか。ここは貫通が一番良さそうで、アプリでまあガンガンミサイルだね。ここはもう間違いないと思う。もう間違いなくガンガンで、ここは。あー消した、刺していいよ。あー刺さないか。あーおっと、やっぱチャージはすぎんだろ。全然勝てんかった、1回ぐらいしか勝てんかった。うわーポルンガなしか、きついな。おーっとマジで、あしまった、忘れてた。うわ頼むからミスって。ミスって、それの存在忘れてたな。あよかった。うっそだろ、絶対今の狙ってきた。そんなバカなバカな、戦闘力制限使えるってこと。あーマジか、ちょっと強者にも程があるっすね。まさかここでポルンガエナ3アップを引いて、そのエナジーでユニットを発動させることができるという、まあ、おそらくなんですけども戦闘力制限ですね。相手エナジー2だったから、まあそこにね、あれ2だっけ、あ2だよね。でまあプラス3で5でしょ。だバーダックの復活ユニットは組めないんだけど、その代わりに戦闘力制限とか、まあアクション封印系が使えちゃうんですよね。なあどうしようかな、きついな。まあまあまあ戦闘力制限はもう使うしかないね。で突っ込むしかないと思うんだよね、ここは。行きましょう。うっそだろ、なんで使えんだよ。はあアプリでまあガンガンミサイルだね、ここはもう、間違いないと思う。間違いないと思う。結局じゃあ止めらんないってことか。バーダックはピンで止めらんないんだもん。エナ3アップ引かれたら止めらんないってことか。マジで言ってんのそれ。止めようがないんだけど止めようがないんだけど、ダメだわ。バーダック止めようがないんだけど、結局復活封印じゃなきゃダメってことか。マジか。復活封印とまあまあまあカメハメハだね、結局そこだね。くっそー、勝ったと思ったんだけどなー。なるほど、極限ミラーだけど相手の方があれか、相手の方が有利っすね。火消しがいる。いやーでもよかった、アプリ2で今回はよかったんじゃない。でゴジータ UM 半減かどっちかだね。転送か、まあ半減だろうな。いやーちょっと待ってね。まあ半減ゴジータ、うん、硬いなー硬えー、めっちゃ紅亀欲しいんやけど。まあでもガード向こうは刺さる。あ、ちなみにデッキ大幅に変えました。もうねゴリゴリでもうぶっちゃけ僕何も関係ないかもしれないけど、まあ勝ちたいんでね、自分もだいぶもう勝ちにこだわった編成にしてあります。いやー、まあとりあえずこれしかないよね。いや行ってみますか。あ、よかった、ロゼ切ってる。切ってない、切ってない、ロゼ切ってない。うわ、ザマス握りだ。握りザマスもほんとつらい。それされるともうこれ4ラウンドいくね4ラウンドいって回線落ち、あーそこまでは見えた。もしくは3球されるかっていう話もあるけど、いや3ラウンドは防げるから。あーでもそっか、火消しがいるからちょっときついな。ただ相手も記録ないよ、あんま関係ない。入って入って、よっしょー、でかすぎー、でかいぞこれ。とにかく削ってくれ。あー弱っ、マジ硬すぎだろえ、てか待って、相手のベジット何あれ、難攻不落、え、それって相性いいのかな。いや、よくはない、多分難攻不落ベジッタだよね。さあこれでセルでね、パワーガード吸収もでかいですね。ドカーン、強っ、いや強すぎあーとてもいいね、とてもいいコンボ、今の最高。したらアプリでまあ 40% 軽減貼って耐えますか。セル1枚出しの 40% 軽減で耐えて3につなげる。でも結局そのね、ポルンカで3ラウンドやられちゃうと、まあまあまあ戦闘力制限腐っちゃうんで超難しいんですよね。ああ、よいしょよいしょ、じゃあこれでかい、貫通引きたいですね。いやダメか、500円あるから。まあここだったらそうっすね、3000固定が一番刺さるかな。普通に気力も削ってね、 30% ダウンだからあれ、そうしますか。いやー、なんかの間違いで倒せないかな次、さすがにきついか。よいしょ、さあこれはでかい、これはでかい。ただね、腎臓じゃないから削れないか。いやー、腎臓でもきつかったねこれは。まあまあまあ、このラウンドではちょっと落とせないですけど、なんとしてでもそのポルンガを死守して、ちょ、音うるさいね、ここの筐体ね。ポルンガをまあ7個ためさせないようにすればワンチャンあるかなーって感じだね。いやどうなんだろう、相手切ってくるかな、ロゼ切ってきそうだな。あでもそっか、次行ったところで結局極円があるからダメか、ダブル極円だもんね。あー難しいなこれ。したらどうすればいいんだろう。まあ2000固定を増やさないとダメだな、とりあえず。てかもうセル1枚出しやめた方がいいな。え、だって相手次そんな出なかった。1、2、3、4、5、6、7、出るんだ。うわ、なるほどね。ギリギリ次出んだ。次相手7000出るね、ギリギリ。本当にごくわずかな差でというふうになると、まあきついですね。うん、やっぱ戦闘力制限をねかけないとダメだ。ただホルンが貯められたらやばいので、そこだけだね、怖い点は。あ、じゃないわ、極限極がいいんじゃん。あー、忘れてたかー。またこれはマジきつい展開。極限極忘れてたわ。なんてこったー。うわー、忘れてた、マジで。じゃあここで落とさないとダメだ。いけるかな。ユニット封印されるもんね。ユニット封印忘れてた、マジで。さあこれでアンチはゼロ。したら次悟空1枚出しで耐えようか。これ一応受けるダメージが永続半減今2回かかってるんで、まあワンチャンあんのかなっていう。え、強っ。はあー、強いけどどうかな。やば。マジ本当に言ってんのそれ。やばくね。やば。あ、待って、これ勝ったかもしれないわ。ミサイルドーン、残り2400でしょ。いけんじゃねこれ。全部やります。いけー。減った、減った。そうっすねー、ちょっと際どいかなこれは。いやー、頑張れ頑張れ頑張れ、倒せ倒せ倒せ。おらくれ、ダダダダダダダ。あ、弱っ。あ、弱くね。いった。何その最後のヘリ。いったー、勝った。やば。そうだね、拡散エネルギー波は5件貫通だから、今のは半減食らってても、25入ったので、まあセルのおかげかな。これでガード減らしてたからね。はい、ということで意外な勝ち方で勝てました。ザマス出てきてたらやばかったね。でバーサーカー連携のダメージがえげつなかったんだけど、この悟空もねめちゃくちゃ火力出てましたね、あれ。はい、これさ、よく見たらチャージインパクト勝利時にこのアビリティ発動してるので、必殺打ってる頃にはダメージ2倍になってんだね。だ、まあ最大で4倍の、気絶で2倍で8倍というね、極限でもダメージ。はい、いやー、面白いカードでしたね。はい、ということで超絶意外な勝ち方でしたが、こんな感じで勝ててよかったなというふうに思います。他の BM10 弾の動画もね、ぜひ再生リストなどからご覧くださいませ。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。